織田信長は上杉軍との戦いに勝利、謙信は手取川に散った。これにより東方の大敵は甲斐の武田勝頼のみとなる。信長は同盟者徳川家康、北条氏とともに武田征伐の兵を挙げ、再び勝頼を破る。勝頼は真田昌幸の招きに応じ上田城に退却。謙信を失い復讐に燃える上杉軍と連合して信長の追撃軍に対抗戦とした。集まり抗い果てるとよい。第4話武田殲滅戦。それが宇野の望みなら。盛況を誇った武田も小城に追い込まれたものね。全軍に命ず、滅ぼし尽くせ。上田城は自然の要害、見えない道が思わぬところにつながっている。上杉家は義によって真田昌幸殿にお味方し、我らが主御神の恩敵信長を討つ。武田から寝返った者が撃たれれば味方の士気に関わるわ。年寄りをいじめるものではないわ。上田は守りが固い。私が正面から門を開けよう。上田城を甘く見ておるな。何、こんなところに敵が。年寄りをいじめるものではないわ。何とぞ援軍を。憎きは三人の裏切り者、穴山、木曽、小山田よ。天なる謙信公よ、彼ら不義の徒に天罰だ。風魔よ行け、北条一族の野望を背負って。戦場にさらなる混沌。義なき信長め、上田に攻め寄せたが運の尽きよ。対する真田昌幸は軍略の達人、まずかなうまい。愉快愉快、我が策にかかればこんなものよ。山下様、小田原で軍事が起こっている。それは一大事、急ぎ小田原へ戻らねば。見えすぎたけど、捨ておけばよい。捨ておかれては下橋が止まる。ああああああ。名のある武士とお見受け。不救援兵、片付けない。年寄りをいじめるものではないわ。敵将
信長が召した。お見事でございます。本は固くとされております。いざ尋常に勝負。信長に追い詰められた勝利の選択肢が2つあった。真田昌幸を頼るか、山田信長を頼るか。勝頼は正解だった。小山田は裏切っていた。無事の兵士諸君、世に出る時は今ぞ。敵将信長が召した。お見事。愛する我が心は国を許さぬ。押して参る。天下の義士、天心公の敵、撃たせていただく。力なき義士の居場所はこの世になかったのだ。さすがなるご活躍。大悟君が死ん、信長が姿を消す。敵将信長が召した。お見事ですな。それほどの腕前で釘に味方するとは。
りからの奇襲を封じてみせる。本陣に敵が至急救援を。さすがなるご活躍。このままではまずい。援軍を。片付けてあげるよ。城内から指をくわえて見てなさい。
このままではまずい。援軍を。おのれ裏切り者め、思い知ったか。門を開け、一気に畳みかけるぞ。耐えるのだ。勝手に門を開くとは困ったお方よ。妖怪なる正行、流行る勝頼の手綱を取るな。この機を逃すな。上田を倒せれ。そうはさせんよ。見くびってもらっては困る。信長が召した。見事ね。
私をもっと喜ばせる。敵将信長が命じた。門は厳重に打ち付けられております。敵に背を向けるなど本意ではないが、
族だわ。天下した信長が修羅と戦。正幸、天守に不在。天守を探せ。真田のこと何かある？天守には強者こそふさわしい。我は風、混沌を呼ぶ魔月風なり。千年の間に生やす、まだ天下を与えるわけだ。荒野、面白い。Thank you.
敵将信長が召した。魔はされど滅することはない。信長、良いことを教えてやる。やがて貴様は豪華に焼かれ、野望と共に果てる。楽しみだ。門は固く閉ざされております。最後の策が破れたな、正幸。我が策をことごとく破れた。我が策は死ぬ。だが真田の意地は尽きぬ。最後に死に花が咲いたか。敵将信長が召した。消え失せよ。